こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、人はなかなかね、思っていても行動に移せないものですよね。まあ、でもそれに甘んじていてしまうと、やっぱり思っているだけで行動しない、結果の出ない自分がやってくるんだと思います。まあ要するにね、成功者と言われるものの定義ってのはなかなか難しいと思いますけども、思ったことを実行できる人が成功者なのかなと思うんですよ。こうしたいな、ああしたいなってことを実際にやってみた。これがね、結果的にどういうふうな形で、帰結しても、それは一つの私は成功だと思うんですよ。その上で高いレベルの成功っていうのは、まあ、いろいろと定義があるかなってことですよね。まあ、人によってそれぞれ成功の定義が違うよという人に限って、じゃああなたの成功の定義はって言った時に、答えられないものですよね。まあ、私は成功の定義をもうとっくに決めてしまって4つのポジションにしたわけなんですけども、まあ、ある意味私はそれを今達成していて、成功しているといえば成功してますね。それはだから客観的に見て成功なのかどうかということではなくて、自分の決めた成功を、まあ、今ものにしているということなんですよね。まあ、そのうちの最初の一つが思ったことを行動するということ、この積み上げが成功なんではないかなと思います。今日ねお伝えするのは、こういった成功の定義を、ぶらさずに明確にするということ、これが、まあ、人生のね、指針の第一歩になるのかなと思います。思ったことなかなかできないよっていうようであれば、なかなか人生がね、進んでいかないということにもなりますし、思ったことぐらいはやっぱりやってみたいし、思ったことぐらいは実現してみたいなと思うわけなんですよね。思いもかけないことっていうのはね、やっぱり人生にはあるものですからね、それっていうのはおおよそマイナスに作用するものかなと思います。思っても見ないような成功とかね、思っても見ないような喜びっていうのはなかなか私たち気づくことができないのかなと思っちゃうんですよね。ということで、思ったことやるような一日にしたいと思います。行ってきます。